どうもこんにちは。101回目のプロフィール、ドクター孤島診療所など数多くのドラマ映画などに出演し、ナレーション業なども幅広くこなす清楚で可憐な雰囲気が特徴の人気女優石田ゆり子さん。そんなイメージとは裏腹に未だに未婚であり、恋愛経験豊富で、さらには大人気俳優との不倫の噂があるというのです。今回はそんな石田ゆり子さんの経歴と噂の真相について詳しく調査していきます。石田ゆり子さんは1969年10月3日に東京都で生まれます。名前は沖縄県石垣島のご出身のお母様が聖書から付けたもので、たとえどんなに着飾っていようとも野に咲く一本の百合の花にはかなわないという意味が込められています。子供の頃はスポーツが得意だった石田さん、小学生の頃ジュニアオリンピック平泳ぎの部に出場し第8位になったという記録を持っています。中学時代の3年間は父の仕事の都合で台湾に住んでいました。高校生の頃に日本に戻ってきており、水泳は芸能界入りするまで続けていました。台湾では妹で女優の石田ひかりさんと共に台湾のナショナルチームに所属していたほどの実力。高1の時に自由が丘でスカウトされてモデルデビューします。1987年には全日空の沖縄キャンペーンガールに選ばれ、テレビ CM やポスターなどに登場し、その透明感や可愛さが話題となりました。その後1988年11月に NHK ドラマスペシャル海の群生に出演し、女優としてデビューを果たします。1988年に映画悲しい色やねん、1993年に彼女の嫌いな彼女で連続テレビドラマ初主演し、その透明感ある立ち振る舞いや演技が話題になりました。その後も瞬く間に女優として名を馳せていき、2005年1月に公開された北の霊年にて第29回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞します。デビュー当初は芸能事務所ボックスコーポレーションに所属していましたが、次期妹である石田ひかりと共に個人事務所風鈴社を1999年に設立し、以降は社長兼女優として活動しています。その透明感と上品さが評価され、最もジュエリーが似合う人に贈られる日本ジュエリーベストドレッサー賞を2度受賞した経験もあるそうです。また動物好きとしても知られており、犬1匹と5匹の猫と共に暮らしているそうです。その中でも猫2匹の兄弟は覇権の品格などの出演で知られる女優板谷由夏さんの飼っている猫の兄弟猫だとのこと。たくさんの動物を飼っているため、一部ではムツゴロウ王国になぞらえてユリゴロウ王国とも呼ばれているそう。またその板谷さんとは2015年のフジテレビドラマ医師たちの恋愛事情で共演以降親しい間柄であり、互いのインスタグラムでたびたび交流の様子が掲載されているようです。2018年1月に発表したフォトエッセイ集リリー日々のかけらは40代女性を中心に幅広い層に支持されて何度も重版されていました。オリコン年間本ランキング2018の写真集部門で売り上げ3位にランクインし、大きな話題となったのはまだ記憶に新しいですね。また2021年12月大橋トリオの楽曲マジックのカバーをリリーの名義でヒルズレコーズレーベルより配信して歌手活動も始めました。2022年2月にはセカンドシングル歌方、4月にはサードシングル東京の空を配信しています。また2022年2月からは YouTube にリリートピックチャンネルも開設して楽曲の公開も始めました。10月26日発売のミニアルバムリトルソングで CD デビューも果たしました。そんな仕事も充実している石田ゆり子さん。そんな石田さん、過去に熱愛が噂されたのは大物俳優の石黒賢さん、岡本健一さん、ムロツヨシさん、斎藤工さん、また和太鼓奏者の内藤哲郎さんと名だたる方ばかり。また既婚者である俳優の唐沢俊明さんや松任谷由実さんの旦那様で音楽家の松任谷正隆さんとも不倫の噂があります。一人一人詳細を追っていこうと思います。
まず一人目は俳優の石黒賢さん。石田さんと石黒さんは1992年放送ドラマさよならをもう一度で初共演。共演きっかけで交際に発展し、結婚間近と言われていました。しかし石田さんと石黒さんは交際から2年で破局を迎えてしまいます。破局理由は石黒さんの浮気癖、石黒さんのギャンブル依存が原因だと噂されました。また石田さんのお父さんはとても厳格な方で、石黒さんのギャンブル依存を問題視して破局させたという噂も流れております。その後石黒さんは1997年に一般女性と結婚されています。次に噂されたのが俳優の岡本健一さん。石田さんと岡本さんは1997年のドラマ不機嫌な果実で共演しており、その後交際に発展したと言われています。しかし岡本さんはモデルの西勝江さんと婚姻関係にあったため、石田さんとは不倫だったと言われています。その後は関係が続かず破局したとか。岡本さんは2007年に西さんと離婚していますが、2015年に一般女性と再婚されています。3人目に噂されたのが和太鼓奏者の内藤哲郎さん。2人は1999年に放送された鼓動地球を一本のロープでつなぐ者たちの密着取材で共演。その後交際に発展します。しかし内藤さんの度重なる女遊びがきっかけで2人は破局したそうです。その後4人目に噂されたのが大物俳優唐沢俊明さん。石田さんと唐沢さんの熱愛が噂されたのは2012年放送の上沼高田の釘付けという番組内で話題に上がったためでした。この番組では女性ファッション誌グラマラスの編集長藤谷秀司さんが、女優 IY が結婚しないのは大物俳優と不倫している、相手は超大物芸能人夫婦の夫であると語ったためです。石田さんと不倫しているのは誰かとネットでは椎名桔平ではないかと話題になりました。しかしその後不倫している人物は大物俳優 K ということが明かされます。またマスコミではツーショット写真も撮られているという情報も噂され、掲載も時間の問題ですよと芸能関係者が語っていたという話です。超大物芸能人夫婦の夫で K として挙がった人物は女優の山口智子さんの夫唐沢俊明さん。時間の問題と言われたものの、その後報道されることはなかったため不倫関係であった可能性は低そうですね。その後関係が噂されたのは2015年のドラマ医師たちの恋愛事情で共演した俳優の斉藤匠さん。ドラマ内で恋愛関係だったため熱愛が噂されましたが、熱愛の報道などはなかったためドラマを見たファンが勘違いしたのかもしれませんね。その後石田さんがまた不倫の報道が流れます。2015年9月に発売された週刊誌日刊大衆で石田さんが大物歌手 A の夫と不倫していると報道されたのです。記事によると石田さんと大物歌手 A の夫は以前よりイベントなどで共演し、3年以上も不倫関係を続けているとか。大物歌手 A の名前は明らかになっておりませんが、その男性は松任谷由実さんの夫松任谷正隆さん。松任谷由実さんのイニシャルは M ですが、結婚前のイニシャルが荒井由実の A のため松任谷正隆さんの可能性が高いと言われております。石田さんと松任谷正隆さんは西麻布の高級和食店で頻繁に会っており、いつでもツーショットが撮れる状況だったとか。しかしその後2人の関係に報道はなく、不倫関係にあった決定的な証拠もありませんでした。真相は闇の中のようです。最後に噂されたのは俳優のムロツヨシさん。2人は2017年から放映されていたパナソニック住宅リフォームの CM で共演しています。 CM 内で石田さんとムロさんは夫婦役を演じ、お似合いだったことから関係が噂されます。さらに同年12月発売の週刊誌女性セブンでは、石田さんが心を許して一緒に食事に出かける男性はムロツヨシさんであると掲載されました。熱愛が噂されたものの、その後の報道などはなく、
仲のいい男友達だったのかもしれませんね。それ以降、石田さんには彼氏の噂などはありません。過去に石田さんは結婚して初めて一人前という考え方は古い。巷である年齢以上の独身女性に対して結婚できないという言葉を使うのを耳にするととても嫌な気持ちになります。結婚できないのではなくしない、そういう選択肢も当たり前にあるのにね。確かに未婚の女性が一人で生きるのは大変なこともたくさんありますと語ったこともあり、結婚願望はないというようなことを語っておりましたが、一方で結婚願望を匂わせたこともあり、一生のうち一度は誰かの奥さんになりたいと思っています。一度も誰かの妻にならず終わるのはちょっと寂しいなっていう意識は正直ありますということも語っており、今後幸せな結婚報道が出るのが楽しみですね。いかがでしたでしょうか。順風満帆な女優人生、女としての生き方も確立している石田さん、今後のご活躍も楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。